暇な空白チャンネル。どうも、認知プロファイリング探偵暇空あかねです。助手のなるこです。なるくん、我々暇な空白チャンネルの強烈なライバルとなりそうな一般社団法人コラボ公式 YouTube チャンネルのその後はどうだね。はい、まずいいえ賛同を示すが、最大で視聴数の9倍以上になったことを指摘した前回の動画の後、いいえ数は増加がピタッと止まりました。その後再生数がじわじわと伸び続け、再生数は3万程度増えました。しかし再生数が3万増えたのに、いいえ数は全く増えていないどころか減少しています。視聴した人がいいえを押さないのは不思議ですし、減少するのも不思議ですね。最初はなぜか視聴してない人でもいいえを押したくなる魔法の動画だったのに、途中から視聴した人が一切いいえを押さない魔法の動画に変わったようです。もしこの動画の異常ないいえ率を下げたいと思っていた人がいたとしたら、この結果を嬉しく思ってるだろうね。いいえが減少したのは、まあなぜか規約違反でバンされたアカウントがいいえしてたんじゃないかな。なるほどですね。え、一つ目の動画は7月2日時点 2.8 万再生、いいえ9888、いいえ率 35%。 7月8日になると 3.8 万再生、いいえ9280、いいえ率 24%。 2つ目の動画は7月2日時点1066再生、いいえ1万、いいえ率 938%。 7月8日になると 2.5 万再生、いいえ1万、いいえ率 40%。 3つ目の動画は7月2日時点1849再生、いいえ1万、いいえ率 540%。 7月8日になると 2.5 万再生、いいえ9919、いいえ率 40%。 指摘した7月2日から比べて再生数は1から2万増加、いいえは数百減少という結果になったね。これし、どう見てもし、強者し、工作し、自作自し、仕事しし、何も言ってない。まあ待ちたまえ。この動画を作ってる17時間前、昨日に4つ目の動画がアップされたんだよ。なんだって。平均3万のチャンネルでアップされてから17時間経過したということは、2万再生はいってますね。なぜならば動画の再生数はアップしてから16時間でだいたい再生数の8割くらいを稼ぐからです。もちろんシュナムルさんシリーズのように後から爆発した動画といった例外もありますが、少なくとも再生から10日以内に何もなければ10日後の再生数の8割をアップしてから16時間の数字なのは明らかです。うむ、では見てみよう。は、博士、これは一体。うむ、わしらの常識を超えた何か恐ろしい力によって、平均3万再生を叩き出す人気チャンネルのはずのコラボ公式チャンネルのパワーが抑えつけられたのかもしれんのちゃよ。これ、しっ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 し。それではまた次回お会いしましょう。